こんにちは、花龍馬さん。あ、なんかね、前回の動画ちょっと萎縮させたのかもしれませんけども、もっともっとね、自分に火をつけていただいて、カツを入れていただいてね、まだまだ花龍馬さん伸びると思いますし、この30代という10年間はきっとですね、多くの方にものすごく求められて、その求めにすごく応えることができる10年間だと思うんですよ。私から見るとね、非常に花龍馬さん羨ましい限りでですね、自分の同じような年代の時と重ねると、いや言ってらんないよなと思いましたね。どの口が言うんだって自分に対してね、思っちゃいますよね。まあ、花龍馬さんは行動してますし、それから結果もね、出してると思います。なおかつ謙虚に物事を受け止める心も持ってますんで、悩みの時期はね、訪れるとは思うんですけども、その悩みをですね、跳ね返して次の段階に、まあ、一刻も早く乗り込んでいってくださるんじゃないかなと思いますね。まあ、毎日のこの活動っていうのは、全てが学びであってね、無駄なものは一つもないと思うんですよ。で、逆にね、無駄なものはないのに無駄だと感じてしまったとしたら、それは本当にね、無駄にしてると思うんで、そうじゃないような捉え方をしていただきたいと思いますし、自分に追い風、向かい風、様々あると思いますけども、追い風に助けられる時もあれば、向かい風に助けられる時もあるんですよね。特に自分の行動に対して、おい、ちょっと待てよと、それはって言われた時って、他者の考え方を取り入れて、自分の力をね、プラスアルファにする非常にいいチャンスなんですよね。もう十分理解されてると思いますけども、まあ、なんで学ぶのかってことなんですよ。なんで学ぶのか、何を学んでいくのか、これはなんでかっていうと、まあ、生きるためなんですよね。生きるために学んでいくんですよ。生きるっていうのは、生命として生物って書く生きるっていうのがあります。これは本当にね、生物学的に生きてるっていうんですよ。でも私たちは人間です。欲望を持ってます。いろんな困難や悩みにぶち当たって、それを解決するために学んでいきます。だから私たちの生きるっていうのは、生活の勝つ、三髄に舌と書いてね、まさによだれを垂らすような勢いでね、あらゆる欲望を満たしていっていただきたいと。生きる、生きる、この違い分かりますかね。生活っていう言葉の前半の生っていうのは生きる、ただ生きてるだけ。生活の勝つっていう字は活動的に生きている、生きる。まあね、なんかこう活魚ってありますよね。生きる魚って書いて活魚。本当にね、ピチピチとね、活動力、たくましく生きていただきたいと思います。そうすると次の段階、3段階目の生きるにやってきます。3段階目の生きるっていうのは、いるっていうのと切るって書きます。もうそこに生き切ってやるって感じですよね。じゃあ YouTube を開けたら、花龍馬さんが今日も出てる、明日も出てる、もうしつこいぐらい、うざいぐらい動画ブワーッと並んでいて、YouTube のアプリ開けたら、もうもはやね、花龍馬しか出てないみたいなね。それが生きるってことなんですよ。いいですか。いる、切るですよ。いる、切ると書いて生きるんですよ。で、これが3段階目なんですけども、これをね、ずっと貫くと4段階目の神の領域に行きます。これこそがまさに神の道なんですけども、最後の4段階目ってのは何かっていうと、一気なんですよ。一気にこの人生を生きてほしいんですよ。一気と書いて生きる、生きるですよ。これが生きるなんですよ。この第4段階目には、私もね、まだ到達できてないと思いますけども、ただ私は YouTube の世界に1万本以上の動画を輩出してきて、まあ3段階目の生きるところまでは行ってるんじゃないかなと思います。私なりにこの生きるっていう意味を4つのレベルに分けてみると、こういうふうになります。ただ生物学的に生きていく、次は活動的に自分の欲望を満たしながら、舌でね、本当にこうよだれを垂らしながら、だらだらとね、吠える、うろつく狼のように全ての獲物を取っていくみたいなね、それが生きるの第2段階目で、3つ目の生きるっていうのが、もうね、そのマーケットに、そのフィールドにずっと存在している、生きってやるって感じですよね。その3つ目の段階、そして最後は生きる、これを一気にやり遂げることなんですよ。人生を一気に駆け抜けること、それこそね、息つく暇もなく、休憩する間もなく、朝も昼も夜もやり続けるってことで生きるわけなんですよ。この4つが完成したときに、本当の意味でね、自分の人生が始まっていくんじゃないかな、いろんな景色が見えるんじゃないかなと思います。で、世の中には嘘とか誤解とか騙しとかが当たり前にあります。そして天変地異みたいに、こうぐるっとね、価値観が変わることっていうのがたびたび起きます。例えば現在のような感染症騒動の中で、伸び上司だったインバウンドっていうのが一気にね、もう地面に叩きつけられて地獄に入りましたね。それまで借金でずっとマネージメントしてた会社っていうのも、その借金が返せなくなっちゃってね、
売り上げがゼロになるわけですから、8割減9割減ですからね。人と人との接触を禁じられている時ですから、もう、ね、ぐるっと逆回転するんですよ。でそれまであんまり日の目を 見ていなかった YouTuber ですとか Zoom とかっていうのは一気に、ね、天井下に出てきた。これ昼夜逆転が起きたような感じです。だから学んでいくんですよ、ね、YouTube をしっかりやってきて動画をずっとね張り巡らしていた私たちは、この天地逆転みたいなコロナの時代にね、実はすごくね優位なポールポジションにいきなり入ったわけですよ。それまで時代っていうのはいつかそうなるよねっていうふうな緩やかなペースだったんですけども、一気に、ね、オンラインなんとかっていうのがもてはやされて、そこに人が集まるようになってきました。じゃあどうですか花山さん、私たちはオンラインなんとかっていうのはすでにやってる身分から、後からねオンラインのニーズがやってきましたんで、もうオンライン教室の展開の仕方みたいな講義すら商品になるぐらいなんですよ、ね、でしかもオンラインのなんとかなかんとかをやればね、 YouTube ライブでも何でもやればもうすでに人が集まらないってことはないでしょ花山さん。だから学ぶんですよ。だから学んでいくんですよ。何を学ぶのか、オンラインを学んできた。だから花山さんは間に合った、素晴らしいなんですよ。でも私みたいな40代50代の年代になってもね、このオンラインを学んでこなかった人がまだいるんですよ。でこういう状況になってもまだ学んでない人もいるんですよ。どうなってるんですかってことですよね、うん、自分に足りないもの、そして世の中が必要としているもの、これはっきりと分かったのに、いや今更なみたいなね、いや今更って言ってるレベルじゃないでしょうと、ね、これちょっととんちみたいですけども、今更ね40とか50になって今更ね、いや今更なとかって言ってる時代じゃないでしょうって感じですよ。だから今更だからスタートしないと、手遅れだと思っていてもやらないと、明日になったら手遅れすらもうね取り掛かれないような時代になってるかもしれませんよね。でビジネスってのは何かっていうと、稼ぐことのみが正義です。だってビジネスってそれをしてるわけですからね。じゃあビジネスをやってるのに稼げませんでしたとかね、マイナスですとか債務超過ですとか言って、それはね退場なんですよ、廃業なんですよ。うん、まあ廃業しても再起不能ってわけじゃないんですけども、ただ稼げないのにやっぱり夜を明かすべきじゃないなっていうふうには自分自身にねやっぱりしっかりと打ち立てた方がいいと思いますね。で今日稼ぐことができたから明日も自分は稼げる人間として朝日が上がるんですよね。でもね今日稼げなければ稼げない人間が明日も目覚めるだけなんですよ。この差は大きいですよ。稼げた人が稼げた実績と経験と信頼をもとに次の日を構築するのか、稼げない人がねその、まあ、実績とか、なんか信頼とか、稼げなければ信頼も何もないんですけどね。でしかも資金がショートしている状態です。それで次の日もやっていけるのか、もう圧倒的な差が1日でもできるわけなんですよ。でこれをね1週間1ヶ月1年10年と続けていければ全く別のルートに進んで、これが二極化の正体です。二極化っていうのはね一瞬で起きるわけじゃないんですよ。徐々に二極化のいわゆるね言い方悪いんですけど底辺の方と天井の方に徐々に向かっていってるんですよ。だからその途中でいくらでもね変更とかその余地はあったわけですよね。やばいな今底辺の方に向かってるなと思ったら軌道修正できるわけですよ。でもそれをせずに目先のことばっかりやっていく、そして一日一日一日のね変化っていうのは少しなんですよ。だからこういうふうなことが言えます。一日一日の変化はどんだけ頑張ってもちょびっとずつなんで、この労力に見合ったような結果が出てないっていうふうに思えちゃったりするんですよ。だから成功が遠いっていう気がするんですよね。でももう一つこっちの方が気をつけないといけないです。一日一日の変化は本当に少しずつなんで、もうね地獄の底に向かっているのにまだ大丈夫まだ大丈夫、昨日から今日ってのはあんまり変わってない、まあちょっと悪いけどすぐに取り戻すさみたいな感じで、徐々に気づかないうちにいつの間にかたどり着いたのが地獄の底辺でしたって形でもう取り返しがつかなくなっちゃってるんですよね。だからそういう感じで今に見てるよって気持ちだけで50歳になっちゃうわけなんですよ。で花山さんは50歳になるまでまだね20年の猶予があります。ただ20年の猶予があるんではありますけども、20年間分ライバルが発生するってことでもあるんですよ。そのライバルは次の新しい世代若い人だけではないです。今まで日の目も見なかった50代60代の人がね大器晩成で一気にね脚光を浴び出すってこともあるんですよ。そうなると年を召された方にもね侮れないですよ。花山さんが今まで見てきたなんだこんな40代50代しょうもないなって思ってたかもしれない、その人がくるっとねジョーカーが裏返ったようにね、まさに別人のような攻略法を用いて花山さんの前に立ちふさがるかもしれないですよ。だから誰一人侮ることはできない。昔からこう言うんですよ、男子3日会わざれば刮目してみよって言うんですよね。
男っていうのは3日会わないだけでどれだけ変化するかわからないから侮るなってことなんですよ。これ私もそう思うんですよね。それはね、自分自身の姿を見て思うわけなんですよ。で、私は今48歳で、高校生の時っていうのはそれこそね、久保哲郎なんてもう数に入ってなかったと思うんですよ、私はね。どんな活動からも弾かれていて、自分自身孤独になっていったんで、人間関係はなかったんですよ。いや、本当ですよ。で、私が何者になるかなんて誰も興味がなかったと思いますよ、はっきり言って。で、卒業してしばらく私としては学校に対してはね、高校に対しては音信不通だったんですけども、そのね、30代の半ばから後半、40代の前半に行くにしたがって、なんか思い出したようにね、その同窓会に呼ばれるようになったんですよ。それは私がミクシーで発信したりフェイスブックで発信してるから、なんか思うところがあって、幹事さんが呼んでくれたんでしょうね。で、私は同窓会行くわけですよ、高校の同窓会で。そこに20人ぐらいの同期のね、同じクラスとは限らないですけど、同じ学年の方がいるわけなんですけども、私から見ると誰一人名前わかんないんですよ、関わり持ってなかったんで。でもね、男子3日会わざればっていうのは3日ではないんですけども、まあね、数十年になりますけども、私が誰よりも稼ぎ頭で、誰よりも有名で、誰よりも変わったねって言われるような存在になったことを見てね、いや本当に侮れないなと自分の姿を客観視して思うんですよ。まあどこの誰がね、私みたいな人間が今みたいなね、まあ、まさに YouTuber になってるかどうかって想像できないですよね。高校の時はもちろん YouTube がないんで想像できないと思いますけども、将来小学生がなりたい職業のトップ3とかによく入る YouTuber っていうのに、私がなってる、同級生がなってるっていう姿がそこにあるわけですよね。これ、ね、花屋龍馬さんも一緒ですからね。花屋龍馬さんが何がしかの関係で、例えばね、小学校でもいい、中学校でもいい、同窓会行ってみてくださいね。YouTuber は花屋龍馬さんだけですよ。 YouTube でオンラインサロンみたいなことやってなんか食っているみたいなね。で、 YouTube で知り合った方とものすごくね、深いやり取りをして、しまいには日本全国その人に会いに行ってるとかね、いろんな事件を起こして、事件というかね、エピソードを起こしてるというね事件は起こしてないですけどねエピソードを起こしてるというね、うん、だからそこはね、大いに自己肯定していいことだと思います、ね、いろんな失敗や学び、挑戦、結果、全部花屋龍馬さんの財産ですからね。その財産をしっかりと持ってね、別に同窓会に行けとは言いませんけども、うん、俺の人生は俺のものだったなと、いろいろあったけども自分の人生のこれが、ルートだったんだなと、誰とも交わってないけども、でも自分の人生のど真ん中を歩いてるなっていうふうにね、思っていただきたいかなと思います。今回は叱咤激励とともに、これ応援の動画になりましたけどもね、いやー、戦って勝つことですね、ビジネスやれば。戦って勝つってのはどういうことかっていうと、売り上げを上げてるってことです。その売り上げってのは、自分が力を弱めると誰かに持っていかれたかもしれない売り上げですからね。まあ、ですので私こう思うんですよ。一日一日今日の売り上げをチェックするんですよ、花屋龍馬さんね。それが今世の中から花屋龍馬さんに向けられた通信簿です。今日は何点でしたか、今日は何万円でしたかと、あ、今日売上ゼロでしたか、今日の通信簿あなたはゼロです、あ、今日は10万売れたんですか、あなたの通信簿今日は10です、みたいな感じでね。まあ10がね、何段階か分かりませんけどもね、1日の目標金額が例えば3年で1億だったら最低10万円の粗利益なんで、まあ私の場合はその1日10万円の利益を狙って速稼塾スタートから3年間やってきたってことですよね。で、3年間やって、まあ、1億3800万突破したんで、まあ、十分な成績をはもらえたかなっていうところと、あとはね、それから投資の世界に入って、まあ、マーケットからね、お金を取り出すようになって、いわゆるお客様と呼ばれる存在からお金をいただくことはね、ほとんどなくなりましたし、もともと私は速稼塾の販売っていうのはお客様ではなくて弟子という扱いなんでね、うん、偉そうに言ったら弟子に教材を買うチャンスを与えてあげるっていう気持ちなんですよ。だからこそ中身っていうのはもう隙がないように作っていきたいと思いますしね、徹底的なサポートをするわけなんですけどね。はい、ちょっと余計なことまで言いましたけども、今回は以上になります。花屋龍馬さん、これからも何でしたっけこれからも行ってみようちょっと最後掛け声が出なかったです、すいません